フィリップ・イエセイビチ・マハラゼ、民族名ピリペ・エセス・ゼ・マハラゼは、グルジア人のボリシェビキ政治家、文筆家。1868年3月21日、ロシア帝国クタイスンシェモクメディで生まれた。父は、元濃度の貧しい主催で、グルジア語で、自分の名前が書けるのみ、母は、文盲の農夫であったという。1877年からオズルゲチカミ学校で、学び、 エグナテニノシュビリア、シリビストロジブラゼと同窓となる。1884年にオズルゲチ神学校を卒業してチフリス神学校に進んだ。模範生であったが、入学翌年には地下学生組織に参加して、無心論者となった。ビッサリオン・ベリンスキー、ニコライ・チェルヌイシェフスキー、ニコライ・ドブロリューボフ、ドミトリー・ピーサレフ、ニコライ・シェルグノフなどに親しみ人民の意思に、 共感したが、理論的には、マルクス主義は、愚かなロードにきとも遠藤かった。在学中の1886年5月には、イオセブ・イヤギア・シュビリが、パーベル・チュデツキー学長を殺害する事件が、発生している。1890年には、学生ストに参加するも、辛くも、チフリス神学校を卒業し、翌1891年に、ジョルダニアと共に、 ワルシャワ獣医学院に入学した。同年秋には、マルクス主義の学生組織に加入し、労働者の間で宣伝を行うとともに、違法な文献を故郷グルジアへと送った。1893年にはグルジア後、マルクス主義雑誌を創刊し、グルジアの空想的社会主義者を批判する最初の記事を書いたが、逮捕され、ワルシャワ要塞での2年の禁錮刑を受けた。 1895年初頭に釈放されて、ザカフカースに送還され、1899年まで、当局の監視を受けた。マハラゼはこの状況下でも、ジョルダニア、ジブラゼ、ミハツハカヤと共にチフリスの社会民主主義組織、メサメダ氏の創立に関わり、配りしに、歴史、経済に関する記事を寄稿した。1896年から1900年にかけては、 ヨシフ・スターリン、サーシャ・ツルキゼ、などケツホベリラの革命家と信仰を持った。1900年から半年間は兵役につき、その後はチフリスに定住して、ジョルダニアと共に、配り編集局に勤務。翌1901年には、ツルキゼと共に、バトゥムで、宣伝活動を行い、二度の逮捕を受けて同年末に、クタイスに監視付きで追放された。同時期に、 ジョルダニアが習慣された際には、配り、編集長を務めている。翌1902年には、西グルジアでの農民運動の高まりに伴い、同志らと共にクリア・ミングレリア委員会を組織し、翌1903年にはロシア社会民主労働党に入党。党カフカース連合委員に所属し、第1回カフカース組織大会にも出席した。1904年に、 クバりを政府が廃刊したことに伴い、チフリスへ戻って、翌1905年初頭に、ボリシェビキ警察しモグサウリを創刊したが、発刊と同時に逮捕され、半月間交流された。同時期には、油張り印刷で非合法新聞、プロレタリアティスブルゾラの編集、執筆も行った。1905年末に再逮捕され、メテヒ刑務所に収刊されたが、 翌1906年5月に釈放され、同年秋から翌1907年2月までドイツで過ごした。1908年1月には3度逮捕され、懲役8ヶ月の後アストラハン県へ追放された。1911年中旬に追放刑が終了しても、グルジアへは戻れず、ロストフなどぬとアレクサンドロフスク・グルシェフスキーの炭鉱で働いた。現地で、 多数のボリシェビキと細胞を組織した後、マハラゼは1913年初頭に病のためにクウへ移った。ボリシェビキ組織が壊滅的状況にあったクウにおいても活発に活動し、チュベニツカロシも編集したが、翌1914年初頭にバイロボ刑務所に4から5ヶ月間収監された。1915年2月には爆雨県へ追放され、その後、 チフリストクタ大スに潜伏。同月からは、東カフカース局に所属し、ステパン・シャウミアンと共に組織を指導した。翌1916年5月には、反戦パンフレットを配布してまたも逮捕されている。2月革命後は、チフリスで、労働者代表ソビエトの組織をはじめ、最初のボリシェビキ新聞、カフカースキーラボーチームを創刊した。同年4月には、 東大7回全土シア会議に出席するために、津墓屋と共に、ペトログラードに送られている。11月からは、東カフカース地方委メンバーを務め、1919年5月の全カフカース党会議では、農民トップチブルを懐柔するために、独立ソビエトアゼルバイジャンというスローガンを採用した、アナスタスミコヤンラバクルの活動家に対し、プロレタリア国際主義からの交代であるとして激しく、 反対する立場を取った。1918年5月には、北カフカースに赴き、テレクソビート共和国の財務人民委員に選出されている。白軍の侵攻によりて、レク共和国が崩壊すると、グルジア民主共和国に潜伏し、メンシェビキ政権に対する放棄を指導した。放棄は失敗し、マハラゼラは、ムツヘタ要塞に投獄されたが、1920年2月に3人の、 同志と共に、チフリス刑務所から脱獄した。同年からは、ロシア共産党中央委科フカース局の5月から翌1921年までは、グルジア共産党中央委幹部会のメンバーを務めた。1920年末にはコミンテルン第二回大会と、東方諸民族大会にも出席している。マハラゼは1921年2月16日から7月7日までは、 グルジア革命委議長、同年から翌1二十二年二月までは、グルジア社会主義ソビエト共和国農業人民委員、翌三月七日から十月までは全グルジア中央、執行委議長に就いた。こうして、グルジア共和国指導部に上り詰めたマハラゼであったが、同時期のザカフカースでは、カフカース局責任書記セルゴールジョニキゼによる、モスクワすら危惧するほど急速、強権的な、 ザカフカース三国の政治的、国家的統合が推進されていた。マハラゼは、ロシア共産党中央宛に報告書を書き送り、グルジア共産党やグルジア革命意を無視したカフカース局の独断選考によるザカフカース連邦構想は、大衆に極めて不人気で、全く大衆から有利した、もう一つ余計な官僚主義的機構を作るだけの、民族主義的思考を弱めるのではなく、 帰って強化するものであると強く批判した。のみならず、赤軍の進撃が開始された時、グルジアの党細胞は、どれ一つとして、党員は誰一人として、進撃の意図と目的について通知されておらず、グルジアへの赤軍の進撃と、ソビエト権力の樹立宣言は、外国の占領という明白な性格を取ってしまったと、かつて、オルジョニキゼが指揮した赤軍のグルジア侵攻そのものにも、 批判を加えている。ザカフカース連邦構想に反対するマハラゼラ、グルジア共産党中央委員の訴えはやがて、ウラジーミルレーニンも知るところとなり、オルジョにゼを擁護したスターリンに対するレーニンの、不信は、後の、レーニンの遺書問題へと波及してゆくこととなる。しかし結局は、グルジア反対派が多数を占めていたグルジア共産党、 中央委の1922年10月22日の総辞職とオルジョニキゼノハイカベソロミナゼ第一書記による新体制発足によりグルジア反対派は影響力を失ったグルジア反対派が拒絶したザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国は同年12月13日に成立しグルジア反対派は翌1923年4月のロシア共産党 第12回大会でのスターリン演説で、反ロシア的排外主義として片付けられた。その後、ムディバニア・オクジャバとは、対照的に、マハラゼは、悔い改めた反対派として、ソビエト史学から商用された。1924年からは、ザカフカース連邦共和国労働防衛会議付属、ゴスプラン議長、 1927年12月19日から1930年6月26日まで、全連邦共産党中央党正位メンバーを務め、1929年から翌1930年までは、グルジア共和国人民委員会議議長でもあった。1931年2月20日から1938年7月8日まで、再度全グルジア中央執行議長、 1931年2月27日から1935年3月5日までと1935年5月27日から1937年までの2度に、わたってザカフカース連邦共和国中央執行委議長、1938年7月10日から、グルジアソビエト社会主義共和国最高会議幹部会議長を務めた。連邦党大会には、 第12回のほか、第13回大会から第18回まで出席し、1938年からは、連邦最高会議幹部会副議長にもついた。全連邦共産主義アカデミー会員や、全グルジア中央執行委付属マルクスレーニン主義、研究所所長も務めたが、グルジア共和国最高会議幹部会議長に、在職中の1941年12月10日に、 トビリシで死去した。遺体は、同地のムタツミンガパンテオンへ葬られたが、1989年末に、ツハカや、シリベストルトドリアと共にフダドフの森に改装された。クルジアの都市、オズルゲティ及び、オズルゲティ地区は、マハラゼを記念し、1934年から1989年まで、マハラゼ及び、マハラゼ地区と呼ばれた。1899年以来、 グルジアにおける、マルクス主義的評論の草分けとなり、イリア・チャフチャバゼ、モセチャナ・シュビリ、アレクサンドル・ハハノフラの、ブルジョワ的評論や、イバネ・ゴマルテリの、メンシェビキ的評論に対抗した。評論家としては、アレクサンドル・プルシキン、マクシム・ゴーリキー、ショタル・スタベリ、ダニエル・チョンカゼやニノ・シュビリの作品を分析し、歴史家としてもグルジア氏、ザカフカース氏、 革命運動史の研究に大きな影響を与えた。マハラゼ著作集全15巻の刊行は1923年にグルジア共産党中央委により決定された。しかし1935年に全連邦共産党ザカフカース地方委第一初期ラブレンチーベリアがザカフカースにおけるボリシェビキ組織の歴史の問題についてを発表すると スターリン賛美と歴史の歪曲に満ちた、この本の中で、マハラゼの著作は、語尾と歪曲を名指しで指摘された。マハラゼはこの歴史の歪曲に対しても、島で沈黙を貫いた。ありがとうございます。